会議メンバーの原松です。今日はですね、ビジネス SNS サービスウォンテッドリーさんとのタイアップ動画ということで、ウォンテッドリーのオフィスに来ちゃいました。簡単に自己紹介をお願いします。ウォンテッドリーのコーポレートチームで広報しております奈良秀文と申します。中途採用を担当しています五十嵐萌子と言います。立正大学法学部3年の木村光大です。今回お悩みお話しいただけますでしょうか。何か始めたらいいのか分かんなくてですね、自分ガクチカっていうのも特にないですし、エントリーシート毎回書こうにもなんかガクチカが思いつかないか全然進まなくてですね、エントリーシート出せないって感じで困ってます。そのまあ大手中古本チェーン店でバイトしてるんですけども、売り上げって結構上がったんですね。その上がってるんですけど、別にそれは自分のおかげではないっていうか、単純に別に自分じゃなくても上がってるしみたいな感じなんで、エピソードしたらならないかなって感じです。売り上げ上がってるけどもみたいな。この時期、夏の時期っていうのはサマーインターンとかがちょっと情報が始まったりとかすると思うんですけど、無理にサマーインターンに焦って標準合わせなくても、秋とか冬にもインターンがあるので、時間がある夏休みの間になるべく学生時代に自分が何をしてきたかっていうのをちょっと振り返って自己分析をしてみたりとか、業界とか業種ってそもそもどんな種類があってっていうのを調べる時間に使ってもいいと思いますし、自分のやりたいことって何なんだろうみたいなのを時間を使って深掘りしていく時期に使ってもいいんじゃないかなって思います。今みたいなそのエピソードを魅力的にこう伝えられるようにするためにはどうしたらいいのかっていうのを今回レクチャーしていただこうと思います。実際プロフィールを埋めることによるメリットってあるんですか？大きく3つメリットありまして、幼少期から今に至るまでこの人生のタイムラインみたいなものがそのモテツのプロフィールを作ることができるので、なんとなく自分の中でこんなことをしてきたよなって頭の中でふわふわしてきたものが一旦棚卸しができるってところまで一つメリットかなと思ってまして、であと2つ目としては、いわゆるエントリーシートとか履歴書って基本文字で表現したりだとか、割と端的に事実を書いたりすると思うんですけど、モンテッドのプロフィールって画像とかパートとかプレゼンツールを作るような形で、なんかすごい視覚的にも魅力的なポートフォリオとして作ることができるので、何かこう自分のことを伝えたいなと思ったら、この自分のプロフィールの URL を渡しちゃえば、なんか僕のことは全部ここに詰まってますみたいなことが伝わるっていうのが2つ目のメリットかなと思ってます。1つ目としては、企業さんがこのプロフィールを売ってその学生さんにスカウトが来たりだとかいう形で、企業さんから連絡が来るかもしれないっていうところが3つ目の大きなメリットかなと思ってます。ちょっと前で22卒でみたいな時で、8割ぐらい9割ぐらいは1回は枠取ったことがあるみたいな答えとか、そうなんですね。めっちゃ綺麗。プロフィールって採用担当者さんって見てくださってるんですか？ウォンテッドリーでエントリーいただいた方だったり、スカウトとかの時にめちゃくちゃ見てますね。具体的に採用担当者さんから必ずチェックするポイントがあったら教えていただきたいです、はいはい、大きく分けると2つかなと思ってて、1つ目はこの先やってみたいことですね。で、2つ目はやっぱり何をやってきたかっていうところで、この人は何を経験してきた人なのかなっていうところの、その人のヒストリーというか、その辺はやっぱり必ずチェックします。結構実績が見られるかと思いきや、これから何をしたいっていうのも同じぐらい重要で見てらっしゃるところです。ウォンテッドリーが共感でマッチングするっていうサービスだからこそ、この方が何を思ってだからこういうことを将来にしていきたいみたいなところが書いてあると、そこをうまく言葉にしてくださってるので、それでスカウトを送りやすいっていうのはあります。今回もう事前にプロフィールを埋めていただいたということなんですけど、埋めてみてどうでしたか？自分のエピソードとりあえず思いつくだけは書いたんですけども、ちょっと何を見られたか分からないと言いますか、書いてるつもりだけどどこをどう見られたか分からないから、ただただ書いてるだけみたいな感じになっちゃって、中途半端な文章になっちゃったかなちょっと思ってる部分なんですけども。ちなみに木村くんの今のプロフィールは五十嵐さんが絶対チェックするポイントをきちんと満たせているか、それともまだ改善の余地あるかというと、どちらですか？めちゃくちゃ改善しないとって感じですね。ここは大体2、3行ぐらいに収まってるとベストなんです。1分間で自己紹介してくださいって言われたら何話すかなみたいなイメージで書くと、ここが結構ちょうどいい感じになって、どちらかというと今何に興味を持ってるとか、どういうことに力を入れてますとか、あとは自分の趣味だったり人となりが伝わるようなことをここで伝えられるとベストかなと思っていて、あとは一問一答のすぐ下に
出てくるので、一期一会のエピソードに近いものを書くといいかなって思います。自分サッカー好きっていうよりかなんかサッカーの周りが好きっていうイメージです。なんかそのスポーツとして好きっていうか普通にしてそのなんだろう例えば友人とか、うんうん、そサッカーでしか出会わないその関係の人とか試合に行くまでの家庭とかがすごい好きだったりしてて、サッカーって結構やっぱり部活とかサークルってイメージで大人の人とか自分と全然職種が違う人と会うってイメージがパッて思い浮かばないんですけど、はい、むしろそれをやられてるってことなのでなんかそれって結構ユニークだなと思って、はい、そのスタッフもいいかもしれないです、はい、そんな感じです。でも愛とスピードってなんか気になりますね。ちなみに五十嵐さんのプロフィール拝見してもいいですか？お願いします、ね、英語です。英語は印象に残りますね。生まれとか性格かっていう発想なかったです。あ意外とここあると意外と共通点が見つかったりしてちょっとアイスブレイクにつながったりするんですか？ね、そうなんです。カジュアル面談の時にあのどこの J リーグ好きなんだろう私もだよっていう話ができたりとか、はい、趣味が共通だったりするとそれだけでスカウトの時とかにも、はい、か私と同じ趣味ですねみたいなのをかけたりするので結構ありがたかったりします。いい感じ。あ、ボリューム感はバッチリですね。だいぶシンプルでこう一瞬でパッと読めるっていうかすぐ目につくというかで一期一会のなんか一応伏線回収ってあ関わってきたんだみたいな感じで、うん、ざっくりとサッカーの人なんだみたいな感じで分かりやすくなったかなって感じです。次はどんなものがあるんですか？まずはあの大学と高校だけかな入ってるところがあると思うんですけど、ここにいろいろとあのカードっていうのを追加することができますと。ここはさっきの画像とか動画を使って表現できますっていったところではあるんですけれども、ここにいろいろやってきたことをあの表現できるような場所になっているので、そのカードっていうのをどんどん作って追加していけるといいかなと思います。普通にフリー素材から持ってきてもいいですし、こうやって視覚的にあるとあこういうところで働いてたんだこの人みたいなこととかがなんかイメージできたり、これなんか好きな業務は買取業務って書いてあったからとか気になって。買取業務は何なんですか？自分の好きなアニメとかのフィギュアをお客さんが持ってきたらおっって思うんですよ。自分と同じぐらいの SNS とかだと話しかけてみたりとか、その誰が好きなんですかみたいな、向こうも結構喜ぶっていうか、そのなんかおおこいつ分かってないみたいな感じで、なんかちょっとなんか一瞬会話が生まれたりするんですよ。なんか、うん、サッカーの話にもすごい通ずる気がして、なんかそのやっぱ自分が好きなものとかを通じてその輪が広がっていくみたいなのが、それとも買い取り業務とかでもなんか生まれるのかな。ただ業務だけやって終わればそれでも成り立つものを僕も好きなんですとかっていうのってかなりユニークだなと思っていて、そういうこう好きなものをシェアしたいとか自分が好きなものを堂々と言えるみたいなところはなんか一個強みなのかなってすごい感じました。ちなみにこの先やってみたいことっていうのはどうやって書いていけばいいんですか？これからこうまさに就活を始めるってタイミングだと、ここがものすごい具体的にイメージが湧いてる状態ってあんまり正直ないと思っていて、とはいえ多分こういうことが好きなんじゃないかなって仮説もあると思うんですよね。初めは仮説でそこは全然いいと思っていて、今木村さんが言っている自分自身が成長できる環境でやりがいを感じる仕事をしたいですと、具体的にはどんな業種だってどんな職種なんだろうかっていうところも、例えばインターンシップをやったりカジュアル面で受けてみたり OB 訪問をしてみたりして、自分のこの感情の動きっていうのをちゃんと捉えていって、まあ、実際その自分の中のポジティブネガティブポイントみたいなのを書き出していってみたりするのは結構大事で、それをしていく中でどんどんこの先やってみたいことをこう体験を通じてどんどんアップデートしていって、自分の中でどんどんこう納得いくものになんか進化させていくことができたら一番いいかなって思ってます。無事プロフィール改善できたということで、今の完成したプロフィール先ほどのビフォーと比較してこれだったらちょっとお話聞いてみたいなってなりますか？90点ぐらい。おー90点ぐらいってなります。素晴らしい。営業みたいな仕事とか人と接する仕事とかをすごい楽しんでやってくれるんじゃないかなみたいなイメージがすごい今湧いたので、うんうん、全然見違えたなと思います。今回はお二人がいたおかげで結構深掘りしてもらってこう自己分析進めやすかったなと思うんですけど、一人で手軽にできる自己分析とかってありますか？気軽にまずは自分の性格を知るみたいなところで言うと、これが
弊社が開発した、はい、新 RPG ジョブ診断っていうのがあって、はい、1、2分あればサクサクとやれるかなっていう、まあ、ゲーム感覚で遊べるテストなんですけど、はい、全部で20問の質問に答えていただくだけで、自分の合ってそうな性格だったり、こういう職種にこの人は向いてる傾向があるよだったりとか、こういうことを大切にこの人は働く傾向があるよっていうのが見えてくるので、それもある意味第三者視点で自分を知れるツールとして、こういう診断テストとかも楽しんで受けてみるといいかなって思います。じゃあ早速木村君やってみますか。終わりました。お読んでみてどうですか。お客様から直接感謝される仕事を。すごい。あれかな、なんだっけ、ミコかな。ミコ、そんなにドンピシャで当たる。確かに、ミケさん、やらせと思われないか心配なぐらい、めちゃめちゃ結構当たるって噂なので、これはいよいよ企業を調べていくっていうフェーズになると思うんですけど、今ちなみに気になる企業とか業界ってありますか。自分そのスマートフォンオタクっていうのもあって、スマートフォンのなんか関連数なんかちょっとやってみたいっていうのもあったりとか、まあ、あとはその去年から宅地建物取引所宅建を勉強してて、去年ちょっと落ちちゃって、まあ、今年も受けるつもりではあるんですけど、不動産関係もちょっと気になってるって感じです。まずは自分の好きなものとか、興味があるものとか、なんか自分が得意なものから入ってくっていうのはすごいいいと思うんですけど、一緒に働くチームとか人の雰囲気っていうのも自分は大事にしているっていうのも多分今日すごい見えたと思うので、今後はより深く、じゃあその会社にいる人ってどんな人なのかなとか、どういう人がどんな発言をしてるのかなっていうのをより知っていく探し方をすると、より見つかるかもしれないですね。ちなみにそうやってそのいろんな企業に会いたいなとか、自分の興味のある業界とか以外の切り口で企業さんに会いたいなと思った時に、モンテッドリーをどうやって活用すればいいんですか。一回も話したこともない会社なのに志望動機を言うって結構難しいじゃないですか、正直言ったら。だからモテるとしては、やっぱ最初は初めにまあフラットにカジュアルになって、会社だったらこういうことをやろうとしてて、でもここに今悩んでて、新卒のメンバーにどういうことしてほしいとか、インターンの子たちでこういうところになってほしいと思ってるんだよねって、会社の自己開示があって、お互いいいねってなったら、じゃあ先行しましょうっていうので、初めてそこで先行に移っていくってことをやっていて、結構初めをすごいハード低くいくことができるので、初めたらどんどんやっていただけたらいいかなと思います。ミートアップみたいなのを開催してる会社さんもあったりするんで、はい、1対1じゃなくて1対複数のイベントにちょっと顔を出してみたりとかもいいと思いますし、あとストーリーとかっていうブログみたいなのがたくさん載っているので、そういうのをネットサーフィン感覚で見てみたりとかすると、この会社社名は知らなかったけど面白そうかもみたいなのも結構見つかると思います。あとはやっぱり今日完成したプロフィールから声がかかってね、スカウトが来る可能性もあるので、モンテッドリーめっちゃいいですね。できました。そうなんですよ、はい、改めて続きました。なんか就活生に自信を与えてくださいますね。モンテッドリーの魅力をたくさん教えていただいたんですけど、いかがでしたか。スカウト機能とか、そのカジュアル面談とか、その学生にとってその最初の一歩踏み出せやすいそのサービスってのすごい多くて、私的には本当に魅力を感じるサービスだと思いました。今見てくれてる学生さんに対してアドバイスとかあればぜひお願いします。就活始めるってなると、まず自己分析しなきゃとか ES 書かなきゃで、やっぱりガクチカとか自己 PR、 自分にそんなエピソードないなっていう状態で今日朝木村さんも来たと思うんですけど、幼少期からの人生を掘っていくことで、意外と自分はこういう軸があるなとかっていうのに初めてやっぱり気づけると思うんですね。 ES をいきなり書く前に、一旦モンテッドリーのプロフィールをまずは作ってみる中で、自分のことをより知った上で、自分の興味があるものだったりとか好きなものっていうのを見つけていってもらえると、納得のいく就活になるんじゃないかなって思うので、よかったらね、ぜひ使ってみてください。90点で点数つけたんですけど、実際もう内容としてはマジで素晴らしくて、プロフィールの機能の使い方としてはもう100点に近いなって正直思ってるんですけど、この先やってみたいことって、どん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 これからブラッシュアップしていってほしいし、いろんな体験をして磨き上げていってほしいなっていうので、あえて100点じゃなくて90点っていうの
をしていて、じゃあどうやってそれを磨き上げていったらいいかっていうのって、やっぱ体験がすごい大事だったんですよ。この先やってみたいこととか、どんな仕事が好きかって、どんなカレーの味が好きみたいな話だと思うんですよね。2歳の子供に好きなカレーはって言ったら、アンパンマーカレーって言うんですよ。ヤンバーマーカレーしか食ったことないので、今のこの学生でこのインターンシップとかをできる時期って、いろんなカレーをつまみ食いできる期間、超貴重な期間だと思ってて、食べなきゃ分かんないですよね。彼らさんはめっちゃクッキーマカレー好きかもしれないけど、僕が食べたら別にそうでもないってめちゃめちゃあると思ってて、で自分が好きって本当に自分だけのものなので、今のこの貴重な時間っていうのは、このプロフィールを持っていろんなインターンだったりカジュアル面談とかOB訪問とか、本当いろんなカレーをつまみ食いして、自分はやっぱりこの味が好きだな、こんな味が嫌いだなっていうのをどんどん磨き上げていって、素敵なキャリアを歩んでいってくれたらいいなと思ってます。今回の動画をご覧いただいて、ウォンテッドに登録したいなとか、新 RPG ジョブ診断挑戦してみたいなと思った方は、概要欄やコメント欄から早速登録ができますので、はい、ぜひチャレンジしてみてください。今日は皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。